おいっすちょっとね、マネージャーさんの方がもう時間的にちょっと帰っちゃったんで、ここからはちょっとマンツーマンで、撮影の方を進めてさせていただきたいと思います。で、今回はこれ地名言っていいのかな、どこに住んどとかどこ出身って。はい、埼玉県の入れ墨女子で、お名前は茜です。はい、よろしくお願いしまーす。まず、まあ、入れ墨をこう見せてもらうのが最終前提なんだけど、その前にこの茜ちゃんっていうものをちょっと知ってもらいたくて、視聴者さんにね、で知ってもらいたくて、こうある程度のこう深掘りをしていきたいんやけど、はい、今何歳？今26です。それサバ読んでる？読んでない？サバ読んでなくてガチな方です。あ、ガチなやつね。ガチな方で26歳で、仕事は？仕事は美容師とかやったんですけど、うん、まあ今はちょっと休養中。休養中。あ、休養中だ。じゃあ、まあ次何をしようかなっていう感じで、たまたまうちからオファーがかかっあったっていうふうな感じだ。そうです。その休養中の前は、その何したの、仕事は？アパレルはすごい昔だけどやったことあったりとか、まあ夜少しやってたりとか。あ、まあまあいろいろちょいちょいなんだ。ちょいちょい、かじりかじり。まあちょっとさ、どんどん深掘りをしていきたいんやけど、まあこれ完全な俺の偏見なんよ、はい、偏見と思って聞いてね、はい、偏見したらいかんないけど偏見と思って聞いて、今のさ日本ってまだ言うてそのだいぶ認知はされてきたけど、やっぱり入れ墨っていう文化って特殊な人たちがまだ入れるっていう風な文化がまだ根強いんよね、考え方的に。誰でも入れるっていうんじゃなくて、なんかちょっと不良をかじった人であったりとか、まあそういう人たちが入れるっていう風な固定概念が消えんわけ。まあそうですよね、うん、でそこでまあまあそのまだ固定概念が消えん中でまあ、入れてるわけじゃん、はい、で、例えばさ前科前歴とかそういう非行歴とかってあるわけ？前科はないです。あ、前科はないんだ。はい、うん、他には？じゃあ前科はなくても捕まってなくても、あ、ちょっとこう悪いことしてきたなみたいな、そういったのはある？まあ言える部分でいいよ、言える部分で。いろいろまあ、うん、あったっちゃあったけど、うん、まあうまく生きてるなって。あ、なるほど。それはちなみにあったっちゃあったっていうのは、まあもちろん前科前歴がないってことは、まあ逮捕歴がないってことやない、はい、でその逮捕歴がない中で、まあ聞いていいのか、黙秘しますでもいい。例えばそれは薬物経験であったりとか、例えばあ、でも障害を起こしてると逮捕になるのか。まあその辺で言うと、まあ薬物経験とかはあり、黙秘。合法の部分がちょいちょいこう今まであるぐらいだかな。なるほど、はい、まああとは相当にお任せします。おお、じゃあ非行歴もないわけ？多分ないと思います。例えばその中学の時にめっちゃ荒れとったとか、そういったこともそんなになく、みんな普通なんか学校来てる中学校だったし、ないかな。なんか入れ墨をほんとこう入れてある方って、なんかちょっとやっぱ日本人でいうとやっぱり特殊な人たちが多くて、でそこ行くとなんって言ったんだろうな、なんか特殊っちゃ特殊やな、なんかわーっとこう何、中学小中高でこうなんかバーっとこう何目立ったタイプ。あ、でも目立ってはいたんだ、どちらかというと。ちなみにこれももう一つの偏見ね、これ例えばさ、その入れ墨を入れてる人の周りに結構なんかヤクザが多いイメージがあるんよ、うん、それってどうなん、そのヤクザ付き合いとかっていうのはあった今まで？昔ちょびっとなんかそう多いのはあったけど、うん、まあ今は特に。じゃああれだ、のびのびと自由人なんで。え、そのヤクザの女やったとかそういう時もあった？はない。あ、ないんだ。まあ付き合いがあった程度だ。まあ不良ぐらいですかね、適当な。はー、なんか意外とじゃあフラットに意外と来た感じなんだ。もう俺の偏見は完全にじゃあ打ち砕かれと感じやね。その、ほらね、薬物に溺れたってわけでもない、前科前歴があるわけでもない、でヤクザの女しよったわけでもない、それであればなんかこうある程度はフラットに来たのかなって感じよね。まあうまく生き延びてきたなって。背中にほら一面入れてるわけやん、はい、それは何を入れてんの？天女とこう羽衣天女。あ、羽衣天女ね。ちょっとねこれを後半の方でどんどんこう打ち出していきたいんやけど、はい、まあ、後半の方は、入れ墨を入れるきっかけの部分と、それと、その入れ墨の公開っていう風な感じで、
ていきたいんやけど、まあ、前半はこれぐらいで、彼女の、TikTok と、インスタの方をね、ちょっとぜひ覗いていただければ。まず、これ前半戦なんで、後半戦の部分で、後半戦前に、インスタのフォローをフォローしていただければ、入れ墨が先に見れますよって感じよな。確かにインスタにもあるよね。ああ、インスタにもね、写真は載せたよね、はい、ただ動いてるカメラではうちが独占して配信できるんで、これに関しては次回の、ゆうやまチャンネルを見てもらえると助かりますっていう感じで、とりあえず前半はこんな感じで後半に行きますか。はい、はい、じゃあお疲れさ、お疲れ様です。ちょっとずつ見てもらうと助かります。ちょっとずつ見てください。